ハーバート・ケレハーハーバート・ケレハーは、アメリカ合衆国の航空会社である、サウスウエスト航空の共同創立者、名誉会長及び元最高経営責任者。ニックネームは、ハーブ・ケレハー、または単に、ハーブ。ニュージャージー州ハドンハイツに生まれる。ハドンハイツ高校を卒業した後は、コネティカット州のウェスリアン大学に進んだ。同大学卒業後、 さらに、ニューヨーク大学、ロースクールで法律を学び、1956年に卒業した。卒業後は、ニュージャージー州最高裁判所で事務官として勤務した後、1960年にテキサス州サンアントニオで法律事務所を開設した。彼の法律事務所の顧客とサンアントニオのバーで雑談をしている際に、その顧客から、 テキサス州内の航空会社設立を呼びかけられた。これは、ダラス、サンアントニオ、ヒューストンの3都市を結び、不要なサービスを簡素化して、低運賃の提供を実現する内容で、運航開始に至るまでには、競合する航空会社から様々な妨害工作を受けたものの、1971年より、サウスウエスト航空として営業運行を開始することになる。当初、 ケレハーは、同社の法律顧問として在籍していたが、1978年以降は、CEO に就任した。ケレハーには、仕事は楽しくなければというポリシーがあり、口述するように社員のやる気を引き出すために手を尽くした。機内での案内を歌に合わせて行うなどのような、同社独特の社風は、ケレハーの、空の旅は思い切り面白くなくては、 という心情に基づくもので、ケレハーが CEO として在職中に、従業員と共に作り上げていったものである。また、同社のポリシーに合わない旅客に対しては、躊躇なく他社の利用を進めるのも、ケレハーの顧客は常に正しいとは限らないという心情によるものである。2001年6月に CEO を辞任、その後も社に留まったが、2008年5月21日に辞職。 公認として、ゲリー・シー・ケリーが指名された。その後は名誉会長となっている。2010年7月に、2011年のダラス、連邦準備銀行取締役会の会長に任命された。ケレハーはこれ以前にも取締役会の副会長を務めたことがある。2019年1月3日、死去。87歳ボーツ サウスウエスト航空在職中は、ケレハーはリーダーシップについて、部下のために一生懸命働くサーバントと表現しており、実際にそのように行動していた。役員であることを全く鼻にもかけておらず、常に社員を尊重していた。勤務中、常に朝7時には出社していたが、どうでもいい会議に出るくらいなら社員たちと会う方がいい、と公言し、 空いている時間がある場合は現場を回って、社員を激励していた。また、社員を信じており、顧客よりも、社員を優先するとも公言している。また、社内での問題については、ケレファーは、改善を約束した場合は必ず実行していた。1997年当時の、同社客室上員部長は、ハードワーカーという点では、彼の右に出るものは、社内にはいないと評している。 空港ゲートで床が硬いという社員の声を受けて敷物を自分でウォルマートに行って買ってきたり午前3時に突然現れて機内清掃の手伝いをした自社機に乗っている時にも客室乗務員を手伝い他の乗客にピーナッツや飲み物を配っていたただし飛行機の操縦だけは手伝えないと残念がっていたという社長が そこまでしなくてもいいのではないかという声もあったが、ケレハーはこれに対して、それで社員がやる気をなくさずに済むならお安いご用だと語っている。社員間でのパーティーに飛び入り参加することも多く、社員のパーティーに出ることを優先して、出張をキャンセルしてしまうことさえあった。記憶力が抜群に優れており、サウスウエスト航空の社員数が2万2千人程度だった頃に、そのうち1万7千人は、 顔と名前が一致していたという。話をしたことのある社員はすべて名前と顔を覚えている。社員の家族が半年前に病気になったことを覚えていて、当の社員が驚いたこともあったという。このようなことから社員からの信頼は厚く、社内ではハーブの約束はどんな書類よりも信頼できるとされており、ゲレハーを称賛する社員は少なくない。突飛な紛争を好み。 腕に飛行機の入れ墨をして、ポーズを取った姿を、自社のことを記したビジネス書の表紙写真として、使用したり、社内で、イベントが行われる時には助走で登場したり、ハーレー・ダビッドソンに乗って登場したりすることもあった。また、社員募集の広告に、エルビス・プレスリーの紛争をして登場し、履歴書は、エルビスはてでと募集要項に書いたことがある。結婚し、4人の子供がいる。 サウスウェスト航空の設立後は家族をサンアントニオに残し一人でダラスに住んでいた。家族の待つ自宅に戻るのは年に数回程度だったという。自宅に戻れないことはケレハー自身も気にしており雑誌の取材において理想の夕食はという質問に対して妻と子供たちと一緒にとる夕食と回答している。子供が独立した後は妻をダラスに呼び寄せている。また、 孫が生まれた後は2週間の夏休みだけは取得するように努めていたという。ヘビースモーカーで種類ではワイルドターキーが大好きである。サウスウエスト航空はアメリカのビジネス誌フォーチュンによって最も称賛される会社ベスト5にランクされたが、ケレハー自身もアメリカで最も尊敬される経営者と称賛されたほか、二千四年にはジュニアアチーブメントが主催する。 アメリカが衆国ビジネス言動を入りを果たした。バーガーキングの元 CEO であるバリー・ジェイ・ギボンズは一般的な意味でもビジネスに限定しても私にとっては数少ない英雄に相当すると評している。ありがとうございます。